よし。あ、全部ペッケン。違うゲームなんだよ。勘違いされちゃうってマリオメーカーやってねえじゃんみたいな。でもね、完全に出た切れを起こしてるから、いろんなゲームここを忘れてくよ。はい、それじゃあ本編入っていこう。どうも、刹那キングです。刹那キングってなんか切ないみたいで嫌だな。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、バザーズトローリーキャッスルということで、クッパたちの騙しのしろということでしょうか。とうとうここまで来てクッパの折れ橋みたいだね。なんでこのコースでクッパを倒しピーチ姫を助け、僕のトロールコーストはこれで最終回にしたいと思いません。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.55%。 なんかさ、喉おかしくない？前回の動画のダメージがまた来てるかもしんねえ。前回のめちゃめちゃきつかったもんな。約3時間近く頑張ってさ。まだ前回の動画見てない方は別に見なくてもいいかな。毎回同じことしか言ってないような気がするからさ。じゃあ音符叩いてみようか。クモちゃんが消されましたとさ。でもこの音符ブロック、いや、隔週ロックがいらねえところに設置しやがって。じゃあ僕は左上に行くしかねえじゃねえか。なんだここは。開幕何者だ。もう開幕シリーズやめよう。初見さんがびっくりしちゃう。あんなに速攻で叫び散らかしたらさ、開幕シリーズ楽しみにしてくれてるっていう方結構いるんだけど、もうそんなのどうでもいい。冗談じゃん。僕がそんなことするわけないじゃないか。てかこれもう引っかかった感じだね、マリー。さあ僕はどうやってやられればいいの。賭けに当たるバー。キモいんだよ、バーとかビアとか。もうちょっと可愛く実況していかないと先に進めないと思う。だから今から可愛く実況していこうか。ここバーがあると思ったら焼き魚だ。結果キモいんだよ。いい大人が画面の前で一人で焼き魚だとか言ってる姿を想像してみてくれ。みんなめちゃめちゃカオスだからな。絶対に誰にも見られたくねえわ。じゃあ右に行ってみようか。このオンオフは変わんない。じゃあ左のオンオフしようって。そろそろ発声練習は終わりみたいだな。余興は終わりにしようじゃないか。オンオフをした瞬間すぐ上に行く。これで合ってんじゃない。そんでこれをキノコ様。可愛くやっていかなきゃダメだってさっき言ったばかりじゃないか。だから今から僕なりの可愛さで実況していきたいと思います。誹謗中傷受け付けます。誹謗中傷受け付けますってやべえな。じゃあここはシピンジャンプするだね。次はこんなんじゃもうダメだ。ダメだ。もう普通にやっていく、やっていく。そして下ブロック壊れなかったら。じゃあここはスピンしていいのかい。上が怪しいけどこの上だと。やめろー。まあ僕にとってね、誹謗中傷なんて日常茶飯事なんですよ。こういった実況をやってるとね、ぶっちゃけ慣れまくってる。だから今すぐ誰かが僕を悪く言うようなコメントがあっても、僕は全然ダメージを受けるね。めちゃめちゃ辛い。コメントに流されやすい人間なんですよ。右のブロック開かない。じゃあ土管に入っていこうか。そしてこの先はキノコダメって書いてる。なんか怪しいと思ったんだよな。右側に針があったの。じゃあ当たっていけばいいっていうことでしょ。やり直しは効きませんね。じゃあ戻ったら何かいるパターンか。ナイスパンチ。なかなか楽しませてくれるじゃないクッパ様。では僕が君の面を拝むももあと一回ないだよ。いいところで噛むな。手洗って待ってろクッパ。僕は君が心配だんだよ、コロナにかからないかってさ。でも大丈夫だよね。君はいつも甲羅か城に引きこもってばかりの一気ガメだから。いいやつか悪いやつか分かってんだよマリ。じゃあここはピースイッチをただただ中学すぐこの羽を取る。羽は取れなかったけど僕は空に旅立ちたいと思います。白いお城の中でマリオ様燃える。よし、もうちゃんとやっていこう。おふざけしかいらないよ。もうしっかりとマントを取って、この防戦がすごく怪しい。叩きたい衝動を抑えて上に進んでいく。強引かならチビでいけっていう感じだね。そしてこのキノコもすごく怪しいんだよな。一旦この地下ブロック落としてみようか。何も変わんない。じゃあこのキノコ取っていいの。上に隠しブロックとかあるんじゃね。なんもな。またかー。そういやさ、ピオキングさんの動画を見てるところをね、友達に見られました。恥ずかしいですっていうコメントがあったんだけど、それ僕にとってちょっとした悪口だからな。まあそれが正常ですよ、正常。っていうか僕の動画を公共の場で見るな。リスクのある場所でさ、まあ違うコメントでも電車の中で見てますとかバスの中で見てますとかそんなコメントがあるんだけど、本当にいつもありがとう、そんなリスクを犯してくれてまでさ。じゃあ一旦これ撮っておこう。
グッパを雑に扱うな。中間が見えたよ。ここは走って右に行けば中間が取れるんだ。やっまあそんな喜ぶところでもないですけど、僕なんて中間ポイントいらない人間なんですよ。お、ここは左か。なんかちょっと変な感じだ何このまでもう一回戻れっていう感じかな。土管に入れませんね。じゃあさ、右の赤い土管入るじゃん。そしてもう一回戻れっていう感じだよね。そしたら上かもしくは下からツタが出てくるっていうことなんじゃない。いやこれは絶対騙されるって分かんねえもん初見じゃさ。なるほど、ここにツタが出てくるんだね。さあ土管に入っていきましょう。次の場面はどんな感じなんだなんかすごいなラルって書いてんの。こっちは違うってか。このクリマンチュか。正直ね、クリア率 1.5% ぐらいのトロールコースだったら全然余裕でいけるって思ってた。慣れまくってたね。めっちゃ引っかかるわ。じゃあここはどうすればいいんだ。右に行けばいいのか。じゃあ右に進むぞ。パーンじゃねえんだよ。クラッカーなんていらねえ。このツタにつかまる。はーい、戻ってきたよ。じゃあここは左を進歩すれば先に滑るっていうことなんだね。このハテナブロックは特に何もなし。じゃあパウブロック。くそ面白いね。このコース本当に面白いね。一旦このボム兵を無視して先に進んでいこう。そしたらブロックが壊れるっていうことはなさそうだ。ならお望み通りボム兵でブロックを壊してやろうじゃないか。でこのスターは取っていいのかな。いや取れないの。っていうか先に進めないのか。じゃあ後でさ、あっちに戻すパターンが来るんじゃないの。何が来る。僕が痛いとこ何もしないぞ。やっはっはい。正直ね、このパターン絶対ドアに戻す何かが来るんじゃないかなって思ってた。だからここの上を失敗は怪しいっていうことがね、僕にとって分かってるんですよ。何かピートを刻んでるな。あのガモン土管には入れるのか。入れた。え、上が行くのが、なんかコーラみたいな模様星じゃねえ、ここなんで。うわ、どっちなんだろうなこれ、上と土管さ。でも土管入ってしまったからこっち気になるよな。だからこのハテナブロックたちを叩いていこうか。一気アップ。そしてこの3つは鍵っていう感じじゃねえじゃねえか。じゃあ上に行ってやられろっていうことですか。なんだってる。歯医者行け。上行きます。反対側の土管もすごく気になるから、あの土管、うん、下に降りれないね。え、じゃあ僕上がって、あっちゃんー、ならもう下でいいのか。上行けないってことはもうこっちしかないのよ。でさ、一瞬時が出てきたじゃん。この一瞬時落としたら鍵がゲットできる。あはは、なるほどね。そういうことか。紛らわしいバレしやがって。さあチェックポイント2はそろそろあってもいいけど、左の雲1個なんかすごく可愛く見える。もう疲れてんのかな僕。チェックポイント2は今どっちから出てきたなあ。下から出てきたっぽいよな。だから上に戻る。頼む、こっちに当てて。これさ、見えた人いる？どっちから出てきたとかさ、絶対わかんないよなこれ。いや、わからんわからん。ここの2分の1も外すっていう感じですかね。僕は恵まれた才能を持ったもんだぜ。ここは右か下か。ここも2分の1っぽいな。10コインはダメだ。だいたいコイン系は怪しい。だから右が正解だ。なぜ外すんだ。今日はデカコインを信用していいっていうコースみたいだね。本当かい。本当に君を信用していいのかい。こっから僕はどうすればいいの。ドアに入れない。あ、土管があったわ。左を進歩したら土管入れました。そしてさっきの場所に出てきたな。あの鍵を取って扉に入れっていう感じか。わかりました。一旦ここは隠しブロックはないみたいだ。じゃあハテナブロックを叩く。そしてこのメッツメッブキブツ。スタバの新作飲んだ。今回メロンだったっけ。去年の夏もメロンだったんだけど、その時のメロンよりもはるかにパワーアップしてるらしいんだよね。だからマジでおすすめ。めちゃめちゃうまかったからさ。でこれ上にやっていいのかな。上にやって、そしてこのファイヤーを取れっていう感じ。やばっあのバブルを倒したらいけないということか。なら左の三歩の頭皮をマッサージ。おら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 恥ずかしいこと言わせんだ頭皮マッサージやつまりすぎて途中で何回も笑いながらここまで戻ってきちゃった。じゃあここを叩いた瞬間すぐ左に戻れっていう感じだね。で鍵を手に入れてこの鍵ドアに入る。さあどうなんだ。チェックポイントには合ってくれ。やった素直に取らせてくれたのがめちゃめちゃ嬉しい。この10コイン動いてるけど下降りてっていいのかな。いや絶対ダメだ。そんな危険なことはするな。もしかしたらさ、ピン風船があるとか、そんな可能性は。あ、え、え、ここまで長かったな。チェックポイントにもうすぐゴールあるんじゃない。そしてここさ、矢印で書いてるけど下行っていいのかな。絶対上隠しブロックあるよ。ないね。
ってことはこの P 風船右押し一発すれば取れる。いや一旦右行ってみるか。壊れる？壊れないね。だから P スイッチが発動する。そして P 風船を取れるんだ。もぐらー。じゃあこの P 風船どうやって取るんだろうな。まあ一旦上に逃げておこうか。そしたら P 風船が取れるようになるみたいな。そこだー。なかなか多いですね、アイテムを逃がすパターンが。ではこの P 風船を取ってこのハテナブロックを叩く。そうすれば何かが変わるんじゃないのか。エルの真似をしようかな。ブヒもうさ、キモすぎて笑いしか出ねえんだけどみんなもう引かないでね。まあ、大丈夫か。もう引いてるか。もう遅いかじゃあこのハテナブロックは何、叩いても何も変わったね。いらんことすんな。やっぱさ、もうちょっとかっこよくしないと女性ファンが逃げちゃうかもしんない。もしくは可愛く。でもさっきさ、可愛くしてもダメだったじゃん。だからかっこよくやっていこう。花、どけよ。そこは俺の場所だ。パウを持っていけっていうことか。任せろパウ。パウ様、僕はいつまでも君を追いかけるさ。可愛いもダメ、かっこいいもダメ。なら僕はどうやって生きていけばいいんだ。なあ、みんな教えてくれ。うるせえ。マジでもうゴールあっていいって。え、まだないの？今度何この30コイン。次こそあってよね。30コイン。この場面が終わればすぐにゴールが来るんだ。そう思っておけピオキング。上にフラワーがある。だがしかしフラワーの裏に赤ブロックがある。それがすごく怪しい。取れるのかい。黙っとったぞ。チビマリオのまま先に進みたいと思います。このブロックすごく怪しい。一旦叩いてみようか。アイテムが出てくるとかそういうことなんじゃないのか。だからこっちだ。なるほどね、さかなくん。まあ、だいたい読めてはなかったけど。じゃあここバブルが降ってくるのかな。バブル出てこんくね。ってことはやっぱフラワーいるんじゃん。え、でもフラワー取れなかったよな。一旦右行って左行ってみる。それで太陽をかわす。これで、あ、下にファイヤーが出てきてくれんのね。オッケーオッケー。そういうからくりだったのか。で、チビになってなんかどうするか見えんだ。どうする。こっち来るんじゃない。あ、やる。バゲー。くっそ、石足にビビってしまった自分が情けねえぜ。じゃあここは左行ってジャンプ。そしてこのドアに入ればいいっていうことね。そろそろゴールがあったよ。みんな行けると思う。一発で。僕は行けないと思うね。なぜかってトロールコースだからさ。ここは何が来る。ジャンプして一旦この四角のブロックを叩こうか。よしよしよ。餌を前にした犬みたいだわ。じゃあジャンプして右に行くわ。そしたらこのツタが出てきてくれて左にいつ開くんだ。ここで常に左を進化しておこうか。そしたら先に進めないで。え、ここどうすればいいの。ダブル親父は想定外だったわ。じゃあここは一旦ジャンプしてまた右に逃げるっていう感じなんじゃない。そしたら左ってどうなる。下に下ろさせてくれる。このレッド、お願い頼む。本当に。じゃあ左に行くよ。すいません、悔しさのあまり悔しさに適した表現の言葉が出てきてしまいましたね。まあ実況者としてはとても適してませんけど。じゃあ下にでこれできるか。やったいや、このコースね、すごく好きかもしんない。難しすぎず簡単すぎずっていう感じで、めちゃめちゃ難易度がちょうどよかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ限界節約コースということで、サムネを見る感じ階段上に床が設置されてあるから、それを早く登っていけっていうことだと思うんだよね。で、こういう系の一発マリオって初代スキンじゃしたことあるんだけど、ユースキンじゃしたことなくってさ、どんな感じなんかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%。そんで最速が 9.4 秒だったから、10秒以内に登っていけっていうコースだと思うんだよね。だからめちゃめちゃ時間に厳しいんじゃないかな。とりあえず急いで登ってってみようか。これ悪くないんじゃない最後にちくわが5個あんのね。これ間に合わないよな。ですよね。これ絶対ぶつけばい。そんでさ、このクロリームやっぱ混ぜたらいけないのかな。まずこんなんじゃダメだ。絶対にクリアできないよな。あ、ちくわ。これで、ね、初代スキンの方が簡単やわ。ユースキンの方が明らかに難しいで、ね、いや、これいった。いや、最後のクルーしなかったらいけたかもしんで、ね、頼む、このまま右出ししてゴールして。いや、今絶対いったと思った。めちゃめちゃ悔しい。最後クルーしなかったらいけたかもしんで、ね、ここでクルーダッシュ。これでどう。いや、ちょっとだけ引っかかってしまったけど、これはいけるんじゃない。1、0、はい、やったー。おいで、マリオタイム。
これ頑張ったら最速取れそう。ちょっと最速狙っていっていい？一回も引っかからなかったらさ、最速いけると思うんだけど、ここまではいい。で、ここどうしてもさ、一マス分足りないんだよな。だからこっから3回ジャンプすることができれば、一回も引っかからないでいけると思う。それをどうやって速くするかなんだよな。ここまでは結構簡単に来てるから、あ、ここくるんで乗ってみようか。そして 1,2 でここまで来ることができるんじゃない？いや絶対そうだよ。これで最速取ってみせるぜ。みんな見てて。僕の手にかかれば最速なんて余裕。3回目でくるんをすれば最速が取れるんだ。ここでくるん。もしかしてくるんなしでもいけた？今さ2段目に乗ったじゃん。ここに乗ったじゃん。だからくるんなしでももしかしたらいけるかもしんないな。くるん禁止だ。くるんしない方が早いっていうことが分かった。これでやった。来た。これ絶対最速でしょ。頼む、お願い。こっからジャンプして右に。うわどうだろう。残り0秒か1秒余ると思ったんだけど。頼む最速取ってて。嬉しすぎる。見たきゃこれが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。